この時間は FC 東京対アビスパ福岡、こちらをご覧いただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。FC東京はこの試合 4-5-1 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね。中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね。次にサイドなんですけども、運動的な役割、サイドアタックに徹した攻撃が主流ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。なるほど、そのワントップの役割は具体的に何なのでしょうか？そうですね、この場合トップに求められることはポストプレーができるストライカーですよね、はい、このシステムの柱と言ってもいいんじゃないでしょうか ね。フィジカルが強く周りの状況判断を瞬時にできる能力が必要なポジションですよね。なるほど。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。FC 東京対アビスパ福岡。やっぱり一瞬開けば打ってきますよね、まあ、ミドル得意ですからね。アダユートン、ミドルシュートを打っていきました。スルーパス、柔らかいボール、サロモンソンからのパスは通りませんでした。スルーパスを出す、いいボールですね。長いクロス、これはどうだ。さあ、左へ預けて中へのクロス、クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。ヘディング、このクリアボール、さらにいった、もう一回ボールを追いかける、上げる、すごい、なんと止めた福岡、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。青木、もうこれいいでしょ。中央、福岡一旦クリアで落ち着かせます。自分で行くのか、仕掛けるタイミングを図る、ディフェンスをものともしません。石津、ここはいいプレスで奪います。さあ、カウンタースピードを上げたいところ、シッチ、裏のスペースを狙う、シュート、先制アビスパ。少しボールに勢いが足りないのかと思ったんですが、これが結果的にゴールになりました。福岡先制ゴールを決めました。1対0。精神的なゆとりを持つことで視野がガッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね、はい、縦へのボール、外側から攻めていく、さあ行くのか、強引でも行くのか、クロスが上がる、福岡セーフ、
赤萩。どうだこのシュート。福岡はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。激しいものがあります。パスでつないで攻め込んでいきます。福岡左サイドを上がっていきます。石津、中人数揃っている。ここはクロスだ。頭、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。高萩からアダイウトン、サロモンソン、大きく縦へ、裏へ届くか、抜けてくる。長友から長井、アダユートン、裏のスペースを狙う。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。激しいボールの奪い合いです。緩く狙ったボール、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。激しいボールの奪い合い、花森へのボール、この位置で受ける。カウエからアーチのようなパス。花森、今の飛び出しのタイミングっていうのは、いや良かったですよね。このタイミングって時に収まりましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。シッチ、スルーパスを狙う。カウンターを仕掛けていきます。裏へのスルーパス、仕掛けるか、裏を狙っていきます。シュート、畑野拾いたい。カット、クロスが入る。そのままキーパーが抑えました。内田、さあ高萩、さあつながるか、どうだ、振り抜ける、シュート、エチコト追いつきました。いいですね、熱い一発になりそうですね。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そうですね、出してと受けての一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。サロモンソン、スペースを狙う。
ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。 FC 東京としては 1-1 の同点ではあるんですけども、内容としては良かったですね。攻めの形ができてましたし、シュートで終える攻撃も多かったですから、後半も今の調子でいいと思いますよ。 FC 東京対アビスパ福岡、前半は1対1の同点で終了しています。後半です。 FC 東京としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。田上からこのフィードパス、渡ります。ゴールの中のパス、フリーだ。右サイドへ振ってソロモンソンからのクロスボール、おっとどうする、前、さあどうする、長いボール縦へ、さあ一気にカウンター、サロモンソン、長いボールを振ります、裏を狙う、どうだ、直接行ってしまいました。高萩、内田へ、右サイドを上がっていきます、スルーパス、おっといいボールでしょ。さあどこに出してくる、高萩が来た、いやいや、ナイスセーブ。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく取れましたね。田田優君、ミドルシュートでした。福岡が最終ラインまでボールを下げる、大きく縦へ、裏へのスルーパス、ちょっと伸びてしまいました。福岡としては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね、また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。はい、石津、裏を狙っていきます。 FC 東京、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。両チームともメンバー交代があるようです。ファンマが中央へ折り返す、スルーパスを狙う、さあ来たか、フリーだ、撫でるようなボールタッチ、どうだ、これはどうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。押し込んでフリーだ、これを拾いたい、どう、ここはすぐ奪い返します。 FC 東京、一旦前を取る、中央へ、これはクリア、素晴らしいパス、シュート、シュート、ズボールになる、金森、縦へのボール、東から高萩、裏のスペースを狙う、まあクリアが精一杯ですよね。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。スルーパスを出す、さあつながるか、さあ抜けた、チャンス来た、来た、シュート、ハッカー
が絶好のチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。この場面でスーパーセーブです。FC 東京はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。シッチ、ここで前を向けるか。危ない、わずかに届きませんでした。シュート、これは収まりませんでした。積極的ですよね。相手よりもシュート少ないので、そういった意味もあるんでしょうね。いいですよね。このスルーパスは通りません。この柔らかいパス、どうだこのシュート。 FC 東京完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。裏へ届くか、このパスが抜ける、シュート、キーパーこぼれた、カット、チャンスでしたけどもね。残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。東へチャンスになる、ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。アダイウトン、今日2点目です。 FC 東京、さあ逆転しました。時間はもう残りわずか。いや、ここまで競り合ってこの時間帯でゴールですよね、はい、ゲームを決定づける一本になるかどうかですよね。そうですね。スペースを狙った、ふわっとしたボール、長友このボールに触ります。金森、ここで丁寧にコントロール、ここで終了を告げる長い笛。2対1、 FC 東京勝ちました。見事な逆転勝利。いや、北澤さん、終了間際に決勝点が決まりました。いや、終わり間際で見せてくれましたね。笛が吹かれるまで諦めない、やはりこの気持ちを最後まで持てたかどうかってことですよね。そうですよね。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。 FC 東京が見事逆転勝利を収めています。